眩しいですね。皆さんこんばんは、そろそろ足も手も冷たくなっていることではないかと思うのですが、皆さん大丈夫ですか、今日は本当にこの特別な夜にお集まりくださいまして本当にありがとうございます。今は電気をなしで最初にまず皆さんにこのリンゴの庭の音を聞いていただきたくて、最初の曲を弾かせていただきました。今ここで電気をつけたのはですね、この次から、弾く演奏の曲は少しまた違った形でいろんな音を皆さんに聞いていただきたいと思って、いろんな形で、今日のこのリンゴの庭にある春日大社のそして若宮様のいろんな響きをピアノの音をこう軸にして感じていただけたらなと、そしてその音を、今日は奉納演奏ということで、美しく新しくできた若宮さんにいらっしゃる若宮様にも聴いていただけたらと思って演奏しています。もうちょうど今こうさ冷えてきた頃だと思いますので、ここでですねちょっと面白い聞き方というのを自分で言うのもあれなんですけども、皆さんにですねここで、お散歩タイムというかですね、もう自由に、聞いていただきたい場所を選んでいただいて、音を聞いていただくというコーナーを設けております。ただここでですね皆さん立ち上がる前に、心からお願いしたいことなんですが、とっても暗くてですねとってもたくさん段があります。くれぐれもつまずいたり転んだり怪我をなさったりされないようにすることだけは奉納演奏の一つとして責任を持って移動ご移動ください。電気つけますのでね、そんなに見えなくないとは思いますので、一度ここで皆さん電気を一回つけていただいていいですか。で、だいたい次の曲は、10分ほど演奏します。で、10分間ぐらい曲が弾き終わるまで
それでは数分間ぐらい移動タイムなので、皆さんがなんとなく場所を決められたら 演奏を始めます。
しばらくは電気は少し、このまま、つけておいたまま、次の曲を弾きたいと思います。電気はもう少しだけ落とせますか？真っ赤だとですね、鍵盤が白と黒の2つの鍵盤しか見えなくてですね。 特別な、夜なんですけども、皆さんにまず、最初に、笠の井宮司様を、皆様に、お話をほんの少しだけ、お伺いして、もう、あったか、熱くなってますかね。では、すいません、春日大社の宮司の笠の井宮さん、こんばんは。 川上さんとはコロンビアの国宝のオカリナの方の以来、ここでピアノとコロンビアの持ち出してはいけない国宝のオカリナの演奏がありまして、それ以来いろいろなことをお世話になってますし、今日も、私が言うのもちょっと自分どもの親父だから、いやすごい感動しながら実は、真っ暗な感じで、でまたね、 川上さんの、腕は当然ですけど、ピアノの方も、なんかすごいピアノを河合さんから持ってくるということをおっしゃっていただいて、もう音が鳴った瞬間からこの森に響いて、いや、ちょっと感動的な演奏で、まだ鹿が時たまね、聞いてるよみたいな感じで、ピーピー。
言ってました。あとガガガっていうのがムササビだとか、ちょっとわかりにくいと思いますけど、ムササビもガガガと言ってましたけども、いや本当に聞きながらですね、まあ、ずっとご縁があるんですけどもね、特にそのこういう映像だと保山光一さんのね、まあ、これいつもよくね素晴らしい映像作家でご訪問いただいてて、でその映像と川上さんのこの音色が今度こう今こう見てるとね、またこう思い出されてきて、でこう非常にこう感動的な、でまたこの間も10月28日の NHK のね、神谷さんのご先祖が放映がありまして、あの時もね音楽をしていただいているということで、まあ、本当にすごくご縁が深くて、でもう今日は本当に本当に感動的なね演奏がずっとさっきながら思ってて、多分皆さんもすごくこう染み入って、こう上見ると星がねいっぱい見えて、まあ、月も出てて、まあこれね皆さんに言うたんですけど、天の原降り裂け見れば春日なる三笠の山に入れつけようとかね、いや拍手するほどではないですけど有名な部分なんで、でもその中で演奏されて、もう少しちょっとお話をすると、実はこの御殿のこういうところに昔音楽って、正式な音楽って武楽なんですよね。武楽が平安時代から正式な日本の音楽なんです。でこの場所とかその場所で平安時代に京都からその 学人が当然宮中から来るんですけども、宮中から来て学人が弾いてるっていう記録とか、それから絵も残ってるんですけども、まあ、平安時代鎌倉時代の絵が、でその時代に、まあ、シルクロードを通って来たその雅楽舞楽がここで神様に奉納されて、で今日は川上さんが奉納されて、これ全くねこう神様にその時代1000年前と今と全く私は同じだと思うんですね。だからその素晴らしい音楽をこう神様のもとに奉納して、人々もそれを一緒に楽しむっていうのが日本の神事芸能、芸能なんですね。だからそういう意味で言うと、いやこれは1000年前の人と今日の川上さんとは全く一緒で、まあ、見てる私たちもこれ全く一緒だなと思っておりました。で、まあ、春日の5時なんで、その28日のね星座のことも少しだけ申し上げますと、実は若宮様っていうのは、まあ、今日は奈良の方もいらっしゃいますけど、本当に日本全国からファンの方が来られてると観光さんからお聞きしてるんで、春日大社実はこれ御本殿に四柱って4人の神様がいらっしゃるんですね。で第1年が武見勝頼命といいまして、日本で最も強い武神で、まあ、これ平城家を守る、国家を守るにふさわしい神様で、第2神の普通の人の御さんっていうのを、これも日本の建国をした最も強い神様で、こちらもまあ日本を守ったり、首都を守る、首都っていうのは平城家ですけど守るの素晴らしい。で3点が Amenokoyane の御子様と申し上げまして、Amenokoyane という神話がありまして、まあ、太陽神であるアマテラスオミカミ様が洞窟に入って夜中真っ暗になると、まあ、太陽が幾年生けるものを生かしているんで、その光が落ちるという恐怖心を表しているわけで、それがもう一度戻っていただくために、最初に洞窟の前で、たたえごとっていうのを創造したのが第三殿の Amenokoyane の御子様です。これ日本最初のお祭りで、ドリト創造の一番最初のことを指すんですね。その後あのズメの御子っていうのは前をしたのが神楽だと言われている、まあ、神話の話なんですけども、ですからそれに言ったら知恵の神様で、大変日本で神道の最初の祭祀をした神様で、第4殿が大変美しい女性の Himegami様という神様で、実は3殿と4殿の間にお子様が生まれたのが Wakamiya様だ。でじゃあ Wakamiya さんの前で奉納すればいいんですけど、まあ、こちらの方がちょっと、まあ、広いということもありますし、向こうだとほんま狭いもんですから、そういう意味で言うと実は100年間以上ここにおられたんです。赤ちゃんだったんで、最初は赤ちゃんなんで、お母さんと一緒におられたんで、まあ、百数十年おられて、まあ、御殿を建てるっていうことになるんですけども、まあ、そういう意味ではここで奉納していただければお父さんお母さんの神様と、まあ、若宮様にも聞こえるということで、で若宮様が、まあ、ご誕生になられるっていうのは、実は大変日本が長雨で飢饉とか疫病が流行って大変な時に、まあ、白川上皇っていう方がもう作れた、院前って院、上皇って院なんですけど、院の命令を出して、なんで早くできないんだっていう命令も出して、早く作りなさいっていうことで、まあ、その後ついた鳥羽上皇もできた、翌日にできたその日ですね、京都から百何十人連れてお参りに来ると、若宮さん。だそういう意味で言うと、上皇2人で、
まあ、当然ここ春日ですから藤原氏関係ありますんで、当時の関白の藤原忠通とお父さんの元関白藤原忠実だ。ですから上皇2人と関白2人が人々を救うためにこの若宮さんにここにおられる若宮さんのお社を作りましょうということでできたのが若宮様 でそれ20年ごとぐらいにずっと御殿を記念してきてで、まあ、平安時代の終わりからですが43回目、まあ、御本社の方は奈良時代からですから60回目をこの間やったんですけど60回を超えるのは伊勢神宮と春日大社だけなんですけど、まあ、それはまあ奈良時代と飛鳥時代にできた一番大きな天皇と関白の社ですから、まあ、そういう意味で言うと若宮さんはその古参なんで平安の終わり43回目で、すごい美しい御殿になって、お入りになられて、まあ、そのようでもう一つ言うと若宮さんは芸能の神様なんです。日本で最大の実は芸能の神様なんですね。御祭りっていうのは日本最大の芸能祭典で8時間以上芸能をずっとやるという平安時代の前から、そういう意味で言うと音楽の好きな神様であられて、そういうことで言うと川上さんにこういうふうに奉納していただくっていうのは先ほどの話だけど平安時代からの話からずっと一緒で、非常に神様がこれでお喜びになられて、また多くの方々をお救いになる力を発揮されると、そういうふうな今日は奉納になると思います。まあ、寒いんでね、私よりもとにかく皆さんとか私らは結構、私ちょっと寒い方ですけど、皆さん暑いの来ておられるんで、川上さんちょっと風邪をひかないように、でも本当に素晴らしい音色と、これからまあ神様がこれお喜びになりますし、私どももそれを楽しんで今日はゆっくりと聞かさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは続きの曲を弾きたいと思います。今宮司からもお話が ありましたように、この前10月28日に行われました、神様のお引越しの NHK の番組の音楽を私は今回担当させていただきまして、その曲をこの夏をひと夏かけて曲を作ってまいりました。今日はですね、その曲を皆さんに、そして本当にまさに若宮様、神様にも聴いていただきたいなと思って準備をしてまいりましたので、お聴きいただきたいと思います。実は全部弾くと1時間ぐらいあってですね、番組の中では本当に数十秒しか聞こえないところもあるんですけど、実は私の中ではもう1時間以上の大きな曲でして、その中に今まで3回ここで奉納演奏させていただいたとき、それから何度かお参りに来させていただいたときに聞こえてきた音を、描いた曲です。本当は一曲一曲に解説をしたいぐらいなんですけども、全く解説をしないでまた、皆さんに、感じていただきながら聴いていただけたらと思います。若宮様という曲です。
ありがとうございました。もうあっという間に、最後の曲となりました。本当、いろんな曲を今日は用意していてですね、もう雨が降ろうが、槍が降ろうが、もうどうなろうが、全部対応できるように準備をしてきたんですけども、まさかのこの良いお天気で、私ほぼ奈良で天気が良かったことがないのでですね、逆にこれはこれで朝から何かが待ってるのではないかしらって思ってたんですけども、これは毎回若宮様は何かね、いたずらを時々されるとあの宮司様がおっしゃってたことをふっと思い出して、はあ、確かにこれはもしかしたらまた一つ新しい音を教えて今日は教えてくださったんだなと思いながらピアノを弾きました。そんなわけでものすごいたくさん曲を用意してきたんですが、なんと最後にですね、何を弾こうかなと思った時にですね、ちょうど今月が本当にちょうどこの木の影から顔を出して本当に綺麗な月の光が見えてきました。なので最後はですね、もう一回真っ暗にしてですね、でもしよかったら、あ、そっか、でも移動したダメなんですよね、月の光をぜひ見ながら曲を弾いていただきたくて、しかもピアノを見ないで弾いていただきたいんですけど、聴いていただきたいんですけど、どうでしょうか。もし、あ、でもダメですか。明るくして移動して動かないで消してもう一回明るくする ここで怪我したらダメ、ね、ここで怪我することだけはもう絶対に1000年以上誰もしてませんからね。ここでしたら皆さんもうダメですからね。なので今じゃあ宮司様にお許しいただいたので電気をつけます。で皆さんピアノを忘れて、ピアノは次は月と若宮様と鹿のために弾きますので、なのでピアノの周りには来ないで、でしかも必要なのはですね、この石の音がどうしてもしてしまうので、しないところに行ってですね、無理、あ、無理ですか、あ、絶対無理、じゃあ大丈夫です。極力では音のしないあたりを皆さん見つけていただ、砂利の上でもちろん結構でございます。動かなきゃね、あ、嘘、じゃあ動かないでくださいじゃあまずじゃあ電気を皆さんつけていただきます。で最後の曲はこれを、じゃあこれが一番最後の曲なので、終わりましたらもう解散ということになりますので、皆さんお別れに、こんなすごい感じでお別れになりますけれども、でも最後はですね、ぜひこのお月様と若宮様といろんな音を感じて、ぜひお楽しみください。そんなわけで突然の終わり方とはなりますけれども、多分これがきっと皆さんのまた何か次のにお会いできる次のきっかけにつながるということを、心から祈りながら、皆さんのご健康と幸せを祈って、演奏したいと思います。それでは、約、できれば3分ぐらい以内に移動してください。で皆さんが静かになったら電気を消して最後の曲を弾きたいと思います。
どうもありがとうございました。どうぞ気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。